皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、フニポスト9-2020実況を始めていきたいと思います。現在1995年4月3週ですね。11億円賞一緒にいます。興味くるまたりと始めていきましょう。本日はね、炭酸水をいただいております。先ほどね、ブラックコーヒーをいただいてたんですけど、コーヒーのね、美味しいいただき方にね、気づいてしまいました。ブラックコーヒーにね、蜂蜜入れたら最高ですね。はい。蜂蜜とコーヒー合うわっていう。ね、血行も良くなるらしいんでね。はい。テレビでやってたのかな？なんか親がテレビ見ていたそうで、ね、なんか紹介されてたらしいですよ。皆さんもね、試してみてください。さて、ショイバーを見ていきましょう。藤山健太がね、目標のね、G1 発勝を達成してくれました。ということでね、もう、ね、金のお守りはゲットできると。まあ、あと目標はね、まあ、ないんですけど、ね、まあ、G1 を稼いで、ね、賞金を稼いでほしいなというところですね。はい。うん、もう十分やってくれたなっていう。もう感謝しかありませんね。はい。ね、総賞金も19億円ですからね、本当に頑張ってくれましたね。はい。それで、ライデンリーダーね、またアメリカ遠征させようと思います。まあ、エイコンステークスから CCA オックス、そしてアラバマステークスで、これニューヨーク牝馬3冠トリプルティアラですよね。合ってますよね。はい。まあ、それで、初月ちゃんもね、G1 勝ってくれました。オーストラリア遠征がね、成功しましたね。はい。まあ、帰ってきてどこになりますかね。このまま、やっぱりパワーがないんでね。これさ、ちょっと調教でさ、帰れる調教方針。あ、放牧中できないんだ。パワー鍛えたいよね。はい。まあ、どこ行かせようかなっていう。バイオフォエバーの NHK マルカップで G1 勝ちをね、狙ってほしいなと。お菓子はすごいレースだったんですけど、まあ、2着に敗れてしまってね、ジョッキーをどうしようかな。竹豊ジョッキー戻します。やっぱり田原ジョッキーですかね。はい。田原輝彦。うん。マキーね、またね、ライデンリーダーと一戦交えるかもしれませんし、一応ね、田原ジョッキー主戦でね、行かせようと思います。デラックスゴールはね、放牧中ですね。安田記念目標かな。ドラゴンクエスト今週皐月賞です。はい。まあ、あと、やっぱりね、見えない力に期待ですかね。デビューまで今回行きますかね、行かないかな、どうですかね。はい。さて行きましょう。ネクスト。サクッとサクッとサクッと、タララ。さて、皐月賞をね、レースで見ましょうね。はい。ライバルは、ジェニー、タヤツオシ、成田キングオー。ね。成田キングオー確か、でも、皐月賞の頃はもう調子を落としてしまうんですよね。これまで走った馬ですけどね、クラシック、本当に主役候補だったんですけど、まあ、確かトライアルでね、不良ババアだったんですよ。それで、ね、なんか力を使い果たしてしまったのか、それ以降走らなくなってしまってね、うん。さて、1番人気ジェニー、2番人気だ、ドラゴンクエストね。6番人気タヤツヨシ、3番人気何？あ、トップガンが3番人気なんですね。トップガン、サツキショーね、出走してない。ダービーもね、出走してませんけどね。はい。まあ、現状能力はどんなもんかね、わかりませんね。はい。まあ、8番人気、成田キングオー、橋の太夫とか懐かしいね。懐かしいね。サマーズサスピションね。グルメフロンティア。うん、行きましょうか。レース行きましょうね。その前に、ジェニーはやっぱり岡部ジョッキーか。ね、岡部ジョッキーですよね。タヤツヨシがキラージョッキーと。はい。レース行きましょう。あ、だから、キラージョッキーがね、小島貞先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック。最内枠がこの馬にどう影響するか。トップガン最内枠ですか。ちょっとね、このね、勝負区いいね。はい。最近前の馬走ってる。臆するサラブレッドらしい走ってませんか、ね。影の馬体が前走この馬がさあ、この馬も数々前走前のっていうのはおそらく関西のマヤさんってありますよね。マヤさん。六甲山かあれ、マヤさんって。ごめんなさい。なんか聞いたことある。マヤってあるよね。なんか神戸の方に。さあ、待ちかねも待ちかね山ですもんね。はい。おいおい。おいおい。
おね、ホープルステークス出ましたよね、ドラクエね、ちぎられたんですよね、ジェニーに。果たしてここでね、どういう結果が出るかね、まあちょっとジェニー強いのかなっていうね。タヤツヨシあたりだったらね、あのダービーはですけど、その後ね、あまり走れなくてね、はい、まあそこまで強くないと思うんですけど、ジェニーはやっぱり後々ね、天皇賞秋でも好走するし、ね、マイルチャンピオンシップも勝ってますよね。マイネルステージ、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェニューイン17番、ちょっと引っかかってるような、大丈夫ですかね、タブラジョッキー。これ引っかかってるってことですよね、状態立ってるっていうのはね、ちょっと不安ですね。はい、その後ろ、これに続いて、まあ、ジェニーインあたりはね、先行してますよね、青い星だよね、はい、シャドロールつけてる。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにキングオブダイヤ、まあ、この年はまあサンデーでしたね。11番、うん、イージスクラス、ディンキーフカダンス、この年と次の年のクラシックはサンデーサンデーサンデーでね、僕もサンデー馬券結構買ってましたね。この当時はまだサンデーがね、距離は持たないとか言われてね、菊花賞では難しいんじゃないかっていう声もありました。懐かしいな。さあ先頭は依然として9番イグリッドカナリー、マイネルステージ先頭に襲いかかってきました。現に菊花賞はね、ブライアンズタイムサンクのね、マイルトップガンが勝利しましたからね。いけいけ、ちょっとねずっと引っかかってるね、ドラクエね。ジェニー早くの先頭、いけいけ、させ2着でもいい、2着に突っ込んでこい、2着に突っ込んでこい、ドラクエいけ、2着なら可能性あるよ、2着なら可能性ある。ジェニー強すぎるやろ、ちょっとね。え、あ、3着トップガン来たね。トップガンと現状互角の力があるっていうね。3着かな、ちょっと最後トップガンに刺されたような感じがしますね。どっちですかね。あ、やっぱり刺された3着。あ、でもいいレースでしたね。ジェニーン強すぎるなっていう。まあ、ダービーはね、ジェニーン一応距離がこなせるかこなせないか怪しいところですよね。ダービーチャンスあるんじゃないですか。もちろんトップガンが出てきたらね、ちょっときついかなと思うんですけど。まあ、登録追加します。チャンスあるんじゃないですかね、ダービーね。うん。ねえ、まあ。NHK マイルカップ挟みます、チャンスあるかなね。二頭出しでもいいよね、マイアンフォーエバーと。うん、さて藤山健さんね、ね、このレースも賞金高いからね、1億8500万だもんね。うん、まあいいんじゃないですかね。はい、投資がまだ最大にならないなっていうね。さてね、ドラゴンクエスト結構熱いレースだったんでね、これ万能だからね、距離適正24もこなすと思うし、うん、まあ NHK マラカップ挟みましょうかね。ね、ワンチャンあるでしょ。まあライバルがそんな強い馬いないよ。東証フェルマあたりだったらね、シェイクハンドとか、全然勝てると思うし、マイアフォーエバーが最大のライバルになるかもしれませんね。タバロジョッキー乗れないしね。タキリとかどうなのかな、岡部さん乗ってもらおうかな。ミナイさんやな、ミナイさん。ミナイさん乗ってもらうわ。うん、代打騎乗。え、ごめんなさいね。マイヤフォーエバーね。ごめんなさい、声ひっくり返っとるかな。マイヤフォーエバー、タバラジョッキーだよね。ね。さて、行きましょうか。はい。あ、ちょっと一旦切るの忘れて、一旦切ります。はい、始めていきましょう。絆コマンド使いますね。フューチュリティエール使う。2歳の馬ね。はい。見えない力に使います。はい。うん。これもね、超期待してるんでね。はい。影遠征もね、新馬戦勝ったらさせたいんでね。どんどん海外使っていこうと思います。まあ、芝馬だと思うから、まあ、ヨーロッパ遠征ということになるのかな。うん。まあ、精神力がね、あるかどうかわからないんで不安ですけどね。まあ、ミカさん20丸だったから大丈夫じゃないかなっていう。あと、まあ、次走ね、新馬戦、武豊ジョッキー乗せる予定なんで、これ使っときます、安城の教え。もう全部使った方がいいよね、ね。これ使っちゃいましょう。疲労が上がるのが心配な。大丈夫かな、使いまーす。あ、それで、雷電リーダー放牧出すの忘れてる、ひょっとしたら。ね。さて、状態どうですか。あ、ちょっと疲労が上がってるだけじゃん。大丈夫かよ。うん、ちょっとライデンリーダー報復出すの忘れてるような気するな、これ。忘れてるでしょ、これ。報復出しまーす。OK。行きましょう。ネクソ。
まあ、今回種付けもね、あの種付けそろそろカットしましょうかね。まあいっか、取る。どっちがいいかな。うん、一番健太、一番人気。ね、復調しましたからね、なんでしょうね、青の炎はね、ね、やれるんじゃないかなっていう。まあ、2番人気が、ね、クラウン・アーディエント。3番人気が、ノーティカル・チェアーズ。まあ、強敵だと思いますけど、ダイジェスト。もう、藤山健山に本当頭が下がるね。うん。最終コーナーをカーブして。あ、ちょっと苦しいわ、今回。香港、意外とね、レベル高くて。させさせ、いけるいける、頑張れ頑張れ、調子いいはずだ、調子いいはずだ。うん、ちょっとやっぱり香港のレースがね、意外とレベル高いね。うん。これいや8勝達成しといてよかったね。もう G1 勝てないかもしれない、うん、ひょっとしたらね、やっといてよかったね。秋だからちょっと天皇賞秋からね、マルチャンピオンシップ国内 G1 取りに行きましょうか。うん、まあお金稼ぎに行ってもいいんだけど、ちょっと国内での走りを見たいなっていうね。あ、よかったね、本当に能力を取れたんだ。へえ、最後の最後によかったね、本当に。発症しておいて。ねえ。あ、この年で能力を取れるんだ。へえ。思ったより早くてギリギリ達成したなっていう。よかったね、本当に。うん。最後危なかったもんね、あれね。前回の。まあ、この後ね、安田記念ということになるんですけどね。安田記念、まだ走るんじゃないかなっていうね。はい。種付けですね。はい。種付けやりましょう。サクッとやりましょうか。はい。あ、ゴロちゃんちょっと予定組んでなかったんで、これもちろん出しません。はい。ゴロちゃんね、まあ、ゲーファイあたり出せればいいんだけどね。まあ、状態がね、まあ、ゲーファイが無理やね。あと2周。まあ、安田記念ぶっつけということになりますね。ぶつけます。はい。うん。まあ、それで、うん。内山健山は、まあ、ちょい放牧出しましょうね。はい。2週間出します。まあ、それで高塚記念も出そうか。ね。はい。22まで持つんで。うん。それで種付けやります。エルカーサとかシーツパーで強い馬産んでないよね。ね。まあ、爆発力からの評価ですね。爆発力重視した方がいいんだよ、これ。ね。スラビック。まあ、一応、印紙をね、注目してるんで、スピード因子があった方が良かったよね。ね、良かったよね、確かね。ないね。ないね。スピード因子全然ねえじゃん。ありました。ヘクタープロテクター。つけましょうか。ダイナオレンジいまいちね、いい馬は産んでくれませんね。爆発力重視でいこうか。チューターとかね。僕は昔だから、ぬいぐるみ好きだったからさ、幼稚園の頃な。幼稚園の頃ぬいぐるみ好きで、チュータっていうね、ね、ネズミのぬいぐるみを持っていたっていう過去に話したことあると思うんですけど、なんかチューターって聞いたら思い出すよな。な。チューターつけようか。ただスピードインしないね。うん、スピードインしなかったら厳しいな。とてつもないとかな。とてつもない。スピードインしありませんかね。アフリーとか、このあたりミスプロ結構走るんだね。はい。うん。リズムね。スキャン。金マン大好き、スキャンね。距離激変。スマコバクリック。このあたりつけてもいいんだけどさ、別に。ブランコって知らないな。へぇ。ブランコって何系ですかね。ごめんなさいね。血統は？あ、ミスプロ、ファピアノの系統か。あ、これいいよ。ヘクター。ヘクターとかな、僕は個人的にヘクターとかそんないいイメージはないな。小物っていう感じがする。上海とかね。ミスプロってこの当時、まあ、たくさん入ってきたんですけどね。そんな大物感溢れるミスプロっていなかった。やっぱりキングバンボ系がね。走ったなっていうのはあるんですけど、ダートの短距離決闘という感じがするんだよな。あ、ヤマニングローバルいいね。これつけようよ。ボルトが入ってる。僕も背骨にボルトが入ってるんですよ。腰椎破裂骨折で。ヤマニングローブも、グローバルもね、ボルトが入ってながら、活躍した馬ですよね。
そんななんか走りそうな配合ないね。あ、豊かおか。これつけられるんだよね。桜豊かをつけようか。ね、はい。これいいよね。はい、つけましょう。ね、ブックルでもつけられるっていう、お金がなくなるけど、まあいいや。うん。まあその方がね、シーツバーでね、消失してしまう馬とかいるからね。そのあれ、保護のために、おそらくブックルでもね、タン付けできるようにしたんでしょうね、おそらく。あ、評価いらねえや。爆発力でいきたい。爆発力で。チューターつけるか？チューターつけようか。これいいね。ね。チューター。チュータ君ってつけたいよ。ね。壊れましい、やっぱり。東海帝王。あ、東海帝王関係ないです。ね、本株持ってるっていうだけやね。ね、スラビック最強ですか？スラビックでも、そうだな。EC持ってないんだ。ね。コアラマシン最強やで。アフリート、アフリートとかなんか、アフリートでもゴールデンジャック走ったけどね、オークス2着したもんね。ナムラ国王もミスプロだからね。キンググロリアス。キンググロリアスもダービーで出したよね、確かね。意外と。ねえ、なんでしたっけ、ダービー2着したの。スペシャルの時の2着だっけ。ねえ。いないね。やっぱりあれかな。スラビックか。あ、ライアンとかつけようよ。ライアン、いいしないね。ホワイトマズル、いいしないわ。ライアンつけようか。ね。もったいないかな。まあ、いっか。つけよう。ダメやな。EC ゼロや。失敗したな。不自体のがいいかもしんない。おお、真っ赤っか。これすごいね。なにこの馬。マーシャル・グライス。これいいね。ねえ。これすごいわ。配合。40とかすごいよね。あ、グロリアスつけようか。キング・グロリアスは僕はだから、ナムラ国王好きだったから結構好きですね。上海でさ、上海って言ったら、まあ、ダートの短距離馬というイメージですよね。血が濃くなりすぎるのか。白印、白地だけど血が濃いんだ。やめようか。ダンスホールとかさ、でって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 、尾崎豊のね、血が濃いんだ。まあちょっと血が濃いけどつけようよね。やっぱり爆発高いのつけようよ。キングルヤスつけよう。危険かな。あ、陰死つかないね。失敗したから。なんか、失敗しとるな。あ、これもきついね。この辺りスピードいいしね。リズム。リズムとかもミスプロでしょ、これ。ねえ。ねえ、こういうの、なんか大物感全くないよね。リズムとかさ。なんか、偏見かもしれないけど。あ、トニービンとかいいんじゃないの？トニービン。あ、謹慎か。稲荷湾とかつけて活躍馬作りたいよね。稲荷湾でなんか一頭いたよね。ポリシュミスター東人とかね。これあんまり良くないな。ミスター東人、やっぱスピードいいし必要やな。この辺りは。ねえ。あ、ヒマサルとかつけようよ。スピードいいしあるから。あ、因子来たじゃん。今年なんか失敗しとるな、なんかね。あれ、こんな感じだったっけ？もっと走りそうな配合ありませんでしたっけ？ね。あ、これ白帯性いいよ。これ使うよ。ね。よし。さて、NHK マラカップね。これ、レースで見ようね。楽しみだよね、これ。ドラゴンクエスト、バーサスマイアンフォーエバーね。ね、マルガイ同士の。ドラクエマルガイじゃないか。ドラクエはマルガイじゃないんだね。セリーチで買ったけど。ね。楽しみだ。はい。さて。ねえ、ヨタの向こうがね、人気するんですけど、ちょっと試しに大組やってみます。あれ、なんでダート使ってるの？俺間違えた、また。ネクストでいきます。ごめんなさい。また間違えたわ。俺が組んだのかな、これ。ごめんなさい、ね。もう何やってんだよ、もう。ごめんなさいね、本当に。なんか、ねえ、ない無印で芝のレースをダートと間違える。
ことなんて一度もなかったと思うんだけど、なんでこんな間違えるのかな。さてデウスですね、これもネクストでいきましょうか。はい、うん、4着。さてこのレースはね楽しみですね。ね、1番人気2番人気じゃないですかね。ね、ドラクエ1番人気2番人気マイオンフォーエバー。まあね、ライバルは東証フェノマあたりね大したことないと思うんで、黒糖ジュリアンもマイルはそんな強い感じしないしね。ね、ここはまあシェイクハンド2頭の争いじゃないですかね。フラパークもマイルは持たないしね。2頭の争い、あ、角馬のが怖いね。天馬軍団とか案外来るんじゃないの。天馬軍団恐るべしでね、嬉しましょう。ドラクエバーサスマイアン。東京競馬場は3歳マイアンの方が強いかなと思ってたんですけどね。マイアンが2番人気ですか。最内枠がこの馬に大きな舞台、人気は悠然と前走この馬鞍上は東証フェルマサラブレ、この馬が決めて勝負ね。東証フェルマね、前走競争中止してましたけど生きてるんでしょ。今日の前走のさあね、田中勝春ジョッキーがねなんか下馬してね、びっくりしたんですけど馬には何もなかったっていう。さあ、これは楽しみなレース。東京競馬場は3歳マイルをかけた戦い。タバラタイミナイ。竹豊ジョッキーは乗ってない。に挑戦しますね、さあ、G1NHK マイルカップのスタートです。おっと、ナイクリーモー。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にフラワーパーク。フラワーパークはまさかここで来ないでしょうね。フラワーパーク、バンステだよね。これは遅れてしまいました。さあ先行争い、ドラゴンクエストと前に行きそうです。ドラクエ前から行くんやね。出腹かどうか。マイアンフォーエバーの差し足もねすごいですからね。その後ろ、その外にキービユース。ここにライデンリーダーがいたらね、ライデンリーダーが勝っちゃうかなっていうのはあるよね。その外にシェイクハンド、その隣にマイアンフォーエバー、内からはテンマハワイア。この当時ね、マイルで走るのはね、プライムステージとかはね、あの本来であれば、まあ、プライムステージでもどうですかね、マイル戦線 NHK マイルカップじゃなくてオークス行くかな。後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭は依然として先頭ですね。ドラクエ思い切った区間の逃げ。さて前のホイワンも来てんじゃないの、外から。東京の直線長いよ、ちょっと手応えないよ。オレンジの帽子の方が手応えいいよ。ドラクエ行け、外からマイアンフォーエバー、外からマイアンフォーエバー、一気に来た、一気に来た。2頭の争い、2頭の車台も来ている、車台のなんだ、ちょっとやばい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 よこれ。させマイアン行け、マイアンマイアンさせ、マイアンさせ、よしマイアン、よし。2着ホームパフェです、格馬やな。でもやっぱりねマイアンでした。はい、見事。ドラクエもよく頑張った、まあ、ダービー行かせてもらいます。見事でしたね。はい、マイアン G1 バーね。マイアンこんな走ると思ってなかった正直ね。へえ、まあ、タバさんで行かせましょうかね。はい、まあね、あのライデンリーダー竹豊ジョッキー乗っけてるんでね。スピード判明しませんね。ドラクエはまあ仕方ねえなやっぱりな。ドラクエまあいいやからな。いや、いいですでしたね。まあいいや、ほえばどこ行くんだ次は。ね、海外遠征させます。 2000m まで持つからね。まあフランスホークスは持たないよね。まあ牝馬の G はあるんで出しましょうかね、マイル戦線で。ちょっと一旦聞きましょうかね。はい、やってくれましたね。まだスピード判明してない。ちょっと調子落ちてるな。報復出さないといけませんね。はい、マイルで強い馬はね、あの一番強い馬だっていう過去言われてたことあったよね。案外ね、日本ダービーもマイルで走った馬が走るっていうねデータもありましたよね。今は違うかな。
うん、マヤンもボブキャな。はい。あ、ゆきえなちゃんどんどん仲良くなろうよね。えなちゃんでいいや俺。あしげちゃん活躍させればいいんだな。ねえ。ちょっとえなちゃんの攻略情報を調べようかな。何？安城の教え。騎乗訓示。育成度をね、上げても意味ないんで、投資大きいのがいいですかね。はい。うん。育成度って、能力が上がるわけではないですよね。そのあたりが、ちょっとなって、育成度早くなったら、ね、まあ、万世の間とかはいいんだろうけど、早熟の間が育成度上がったら、なんか、能力衰えるのも早かったりするんですか、ひょっとしたら。前を吠えば放牧ですね。ちょっと加減生させたいなっていう、夏場ね。どうですか、この間のサッパラは。どないですか？あ、C プラスなら、過去で言う A だからいけるね。ね。海外もいけるわ。パワーは？パワー。ババも、まあそこそこいけるんじゃないかなっていう。はすずきちゃん軽いババ向きなんだね。はい。ちょっとゴローに、状態あげようか。ね、軽め調教かなんかで。あ、デウス組んどきましょうね。はい。デウスがね、なかなか重傷勝てませんね。ね、カビルーヌあたりもね、カットしんだけど、まあ、重傷ね、短距離もね、先玉あたりは G2 でしょ？まあ、牝馬重傷ってことになりますよね。スパークリングレディーカップ。こうなっても、系風ネプチューン、やっぱり強いんでね。ちょっと、中央の、まあ、ダート重傷がないんで、平安ステークスとか厳しいですよね。まあ、オープン特別行こうか。はい。デューク・グランプリとか強いですよ。まあ、ドラクエまだ状態いけるね。報告出さなくていいな。カブイルンルンがエプソムカップね。はい。ヨザの向こうね、なかなか案外重傷で軽ハンデのが突っ込んでくるのかなっていう。ねえ。ハンデ戦ないですもんね。なんか、ねえ、2000は、2000持たないよね、これまあ。持つんだ。それは2000の重傷使ったらよかったな。ねえ。新潟とか、もう終わったんだ。新潟大商店は。ねえ、2000持つのであれば、もうちょっと重傷に挑戦させてもよかったかなっていう。まあ、除外される可能性ありますけどね。はい。ちょっと、前走ね、まあ、東京出すか。ね、はい。レースないんで、はい。これ勝ったら夏場ね、また、ね、ジャパンじゃねえ、サマー2000シリーズとか出せるんで、まあ、状態ちょっと落ちてるんで、まあ、行こうか。はい、行きましょう。ガラスのブルースが、なんか挟みたいよね。なんか、このままラジニケはきついでしょう。ね、長距離がいいと思うんでね、2-4出しましょうか。はい。OK。いけるよね、長距離ね。はい。さて、行きましょう。あ、ちょっと一旦切ります。はい、軽め長距離を使っておきましょうね。ゴロちゃん、使っておきます。調教師ですね。ないのかよ、貝塚。貝塚さん頼みますよ。究極仕上げ使おうか。はい。使います。それでさ、警護杯出せないこれ。警護杯出せるよ、これ。警護杯挟めや、今週か。安田記念にかけるしかねえや。頑張ってもらいましょう。はい。ネクソ。やっぱ絆コマンドをどんどん使っていきましょうね。はい。もったいぶってもしゃあないから。なんかオープン特別がね、意外とレベル高いんですよね。リステッド競争ね。さっきもなんか鶴丸ガールが出てたしね。レベル高いよね。はい。さて、ダービーですね。はい。ガラスのブルースもね、状態上がってきてる。よそさんの向こうもなんとかキープでしょ？ドラッグ A ですね。期待ですね。はい。まあ、ジェニーがね、ひょっとしたら距離持たない可能性もあるので、トップガンが強敵かもしれませんね。はい。期待しましょう。日本ダービー。
あ、ちょっとドラクエの、ね、スピードでは厳しいかなと思いますけどね。ジェリントップガンが強敵かな。対象者も、ね、強敵です。距離がどうなのかな。ドラクエは持つんですか ね万能だから持つと思いたいんだけど、うん、まあ、行きましょうか。ネクソ、あ、絆コマンド使えばよかった ね投資追い切りでもしたらよかった。おい、ガラスのブルースね。ガラスのブルースも万能なので距離はどうですか。あ、一番人気だな。このまま結構走るのかなね。タケさん乗ってるからチャンスはねあると思いたい。うん、さあいよいよ直線の内から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 楽しめ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 。オートリプライボイスガル、うん、ちょっと手応えがいまいち。あ、でも来ましたよ来ましたよ。させ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 、なんとかなんとかなんとか。竹豊直樹を追え、最後まで頑張って追え、最後まで諦めるな。諦めたらそこで試合終了やで。シルーズシルーズ伸びませんね。パワーそこまでないのかなね。最後伸びあぐねましたね。うん、まあ、このまままだ能力開花してませんね。はい。しばらくは、だからレース見ないで行きましょうかね。はい。うん。まだ若いね、馬が。うん。さて、フラーパークね、青いステーク使ってますね。フラーパーク、やっぱりスプリント先生で無双するんですかね。ね。さて、ヨザー向こうですね。これを追い込みにしましょうか。ね。はい。タバルジョッキー安城で追い込みでどういう競馬見せるかな。2番人気マイネイベリア、うん、まあ、大好きな菅野王子がいますよ。菅野王子が前で粘るんじゃないですか。4コーナーをカーブして、さあ、うん、持った輪ですけどね、はい、先頭。しかしそのどうですかね、これ来る、まあ、東京だからね、追い込み合うと思うけど、いけいけ、させ、来た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 、頑張れ頑張れ、いけ、追い込みが良かったのか、やっぱり俺のせいか、負けたの。いけいけ、させさせさせ、来た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 、追い込むばや、これは今、ごめんなさいね、なんか追い込みさせた方が来てたんだね。え、ようやく3勝クラス勝ちました。はい、追い込みだ、ほんま僕のミスですね、はっきり言って。ねえ、こんな強い馬だったんだ。ずっと一番人気ですもんね。本当に馬に悪いことしたなっていう。ねえ、馬主さんにもごめんなさいとしか言えませんね。はい。うん。まあ、次走をね、まあ、重賞行かせてもいいですよね。うん。ハンデ戦ならやれるんじゃないかなっていう。うん。まあ、でも、長い直線の方が合うかな。ねえ。あ、2番人気だ。1番人気ジェニー。これレースで見ましょうね。はい。ジェニーひょっとしたら距離持たない可能性あるからね。もちろん前のトップガン出てきてるよね。あ、前のトップガンやな、これ。7番人気ですけど、トップガンじゃないかなっていう。レース。うん、トップガン強敵だと思いますね。僕はおそらくトップガン勝つんじゃないかなという読みです、ね。はい。さあ、いよいよ無敗の皐月賞馬、鞍上は芝の人気の走行走るからね。前走の敗退を、うん、この馬の鞍上はこの馬が今日のドラゴンクエスト2番人気、その走りに注目が集まります。ドラゴンクエストと、その漆黒前走決めてし、鞍上はこの馬プリゲの前走、頑張ってほしいね。ちょっと投資上げとけばよかった、それ失敗したわ、うん。調教師騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、まあ、トップガンがね、あのタバラジョッキーもちろんリアルで乗ってましたけど、トップガン誰乗ってるの。日本競馬の最高峰、東京ツアージョッキーが乗ってるんやね、はい、これもだからエディットで名前変えたんです。王将フェノマ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか、うん、フェノマはね、苦労してるな。最後にサクチシエラ入ってゲートイン完了です、うん、スタート
しました。豪商フェノマン、ラッシュがつきません。どの馬が先頭に立つでしょうか。ちょっと引っかかっとるな、また。逃げる競馬にはなってほしくないよね。あ、引っかかってないね。大丈夫だね。どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはドラゴン。と逃げない方がいいと思うな、マイル。ジェニーに先行かせた方がいいよ、ジェニーに。ジェニーに行かせて2番とキープだよ。それでいい、それでいい。さすがタワラ。ね、何あの、その隣にアドマイザーじゃなくてこの辺りで各馬第一コーナーから第二コーナーへ向かいます。ちょっと逃げたらあかんって。オレンジの帽子テーブルセイザーその後ろその横にキングオブダイヤジェニーの2番手で俺やったら最高なんですよ。逃げてますね。その外にリンキーどうなんですかね。タバラジョッキーとしたらオートマチック、ね、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までちょっと逃げる競馬は正直なかったね。正直になりました。すごいなんかアップなってるわな。サマーサスションすぐ後ろ並んでフワフワフォースでしょ。セイユンボーイシンガリから豪商フェノマ各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。逃げる競馬になってしまいましたね。もう一度見ていきましょう。8番ドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト、そして先頭オーケーキを通過していきます。前はドラゴンクエストとマイネルステージ、マイネルステージ、マイネルステージ各馬でしょうね。ジェニー持ったまま絶好の手応え、うん、まあでもドラクエもね悪くない。いけいけいけ、頑張れ頑張れ、なんとかなんとか。ジェニーいる、ジェニー横にいる、ジェニーのが手応え、ジェニーのが手応え、粘ってくれ粘ってくれ、なんとかなんとか、なんとかジェニーと叩き合い、叩き合い、バタ合わせろよ、バタ合わせないとダメだ、失速だ。タイヤ調子伸びてきた、タイヤ調子、トップガンも伸びない。ジェニーやわ、ジェニー残ったわ、これね。ジェニーだ、2着にタイヤ調子だ、2400m 持つんやね、ジェニー。トップガンが意外と伸びませんでした。ドラッグ A はやっぱ距離長いのかな、ね、2冠達成ですね。菊花賞さすがにジェニーは距離持たないと思うんですけどね、こんな大敗すると思ってなかったわ。14着だ、引っかかってたんですかね。ね、逃げる競馬はね、やっぱりやってほしくないよね。うん、富士隊、エルカーサが富士隊か。また、ヘクターつけるか。ね。さて、安田記念ですね。はい。デラックスゴローも仕上がってると、藤山健太大丈夫かな。ね。まあ、剣山のドア、未来ジョッキー乗ってくんねえじゃん。なんだよ、それ。白井ジョッキー。うん、小牧。うん、白井、板橋くんおるね。板橋くん乗っけようか。まあ、白井ジョッキー大レース丸なってるんで、白井ジョッキーでいっか。ちょっと投資上げましょうかね。はい。デラックスゴローの投資上げる？チャンスないことはないでしょう。ね。トロットサンダー強いのかな。ライトビーダーですね。はい。エイコンステークス行きましょう。まあ、ドラクエは放牧ですね。ね。うん。まあ、これまあ早めだからまだ期待できます。やっぱり距離が2200メートルまでなんで。あ、でもスプリントいけるね。スプリント戦線行かせようか。ね。うん、スプリント戦線行かせましょう。はい。戦に行けるわ。さて、安田記念、マイル王決定戦、AP グランプリ、AP グランプリぐらいだったらやれるよ、AP ジェット、AP 軍団ならやれるよ、ビコーもそこまで強くないでしょ、ワシントンマイル長いし、ね、トロトランナが出てきてたらちょっときついかなという感じするんですけど、1995年って言ったら、千歳王とかじゃないの、ね、千歳王は出てこないんだ、どうなんですかね。まあ、1994年のマイルチャンピオンシップ。1990、まだトロットサンダーとか、本来であれば、地方でね、走ってた頃だよね。うん、さて、投資だけかましましょうかね。うん。エイコンステークスも楽しみやね。ね。チャンスあるかもしれませんよ。マイアンフォーエバー。これも早めだからね。なんか海外出そうよ。ね、海外。うん、なんかあったでしょ、牝馬のさ、マイル戦の G1。ね、楽しみだよね。はい。コロネーションか。6月4週とか、無理だよな。まあ、いけないことはないか。これ持たないもんね。ドイツ、オークス、ディアーナ賞、2200メートルなんだ。
ちょっとマイル戦ないな。この辺りデルマオークス、これアメリカだね。アメリカのレース、アメリカ行ってもいいんだね。そういえば、どうしましょうかね。まあ、コロネーションちょっと間に合わないね。まあ、男前にぶつけるのもどうだし、ちょっとこれリッチウッドパールとか強いんじゃない。登録だけしとこう。ドイツオックス距離持たないもんね。出したいところだけどね。まあ、一旦帰ってきてもらう形になりますかね。はい、仕方ねえな。これだけ登録しよう。なんとか出せるでしょ。初月ちゃんがね、まあ、ヨーロッパ会うまではないからね。国内のね、G3 ということになりますよね。まあ、坂のないコースならば、函館ですね。使いましょうか。はい。OK。あ、ドラクエね。ドラクエ放牧出します。スプリント行かせてもいいね。ね。夜空の向こうね、棚の渡しあたり行かせましょう。もう重賞行けるでしょ。まあ、回避、ねえ、除外される可能性もあるよね。エプソム出そうよ。エプソム、ちょっと二頭出しになるけど、出しましょう。はい。カビルンル誰？タバラ。あ、ミナイさんね、いけるね。はい。よし、行きましょうか。ゴロちゃんね、ちょっと、闘志の、使います。そう、馬から行けるんだね。馬から行った方がいいので。ゴロちゃん、すごい、ひいきしてる形になるけどね。まあ、いいでしょうね。スガ君の馬だから。ね。あれ、ないの？なんで？闘志置きでできないんだ。まあ、仕方ねえな。それならばね、マヤフォーエバーちょっと状態上げましょうよ。これ使える？まあ、状態上げたいんで、まあ、調教師で、軽め調教ある？軽め調教。あるね。はい、軽め調教です。調子上げます。よし、OK。これで OK。で、出せるよ。チャンスあるよ。OK、OK。OK。これで十分レースに間に合いますね。行きましょう。安田記念に。レッツアゴー。今日ちょっと進みが呪いね。ああいうなんかレース選択とかはカットした方がいいかな。ね。さて、エイコンステークス2番人気。ね。もうアメリカの G1 実績あるからね。はい。フランダース1番人気か。3番人気セレナーズソング。このあたりなんか強そうな名前やね。はい。ね。まあ、ダイエス行きましょうか。はい。十分やれると思うんでね。好勝負必死ですね。はい。最終コーナーをカーブして溜めてる場合じゃねえ。なんか海外遠征初戦ってダメやな。ね、このまま2歳児の時も初戦完敗したから能力落ちてきたのかな。どうですか。あれ想定外の惨敗ですね。人気があっただけにちょっと能力が落ちてきたかもしれないね。早熟だからひょっとしたら、ちょっと3冠狙ってたんですけど状態どうです。能力落ちた。そういうわけでもないんだ。次ぐらい挽回がひょっとしたらあるかもしれません。はい。次に行きたい。まだ諦めたらいけません。デウスですね。はい。デウスもここはネクストでいっか。はい。2番人気。1番人気、メジロインドラ。角馬やね。勝ちきれないね、これはね。さて、藤間健山。藤間健山3番人気ね。ゴロちゃん9番人気か。1番人気、あ、トロット出てきたね。トロット地方馬だったんでね、この当時は地方で走ってたと思うんだけどね。まあ、千歳王も2番人気だ。ね。千歳王とやっぱりトロットサンダーは強敵ですね。まあ、あとね、丸貝の待機ブリザーブとか出てこないのか。ね。
うん、まあ、外国の馬も来てるし、ちょっとハートレイクとかも強いしね、うん、まあ、ダイジェストいきましょうか、はい、大組にしないとね、はい、大組、よし、ダイジェスト、まあ、五郎ちゃんがどこまで追い込んでくるかね、楽しみやな。もうやっぱり検査厳しいか、検査ちょっともがいとるな、五郎ちゃんも厳しいな、これ内からぐんぐんとエンペラージョーンズ、あ、来て、2頭とも頑張れ、2頭とも頑張れ、いけいけ、ちょっと苦しい、もう五郎ちゃんも頭が上がってるしさ、うわ、千歳王や、ね、2着、うわ、ちょっと苦しい、トロサンダー2着、勝ったの千歳王、G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました、小島太史ジョッキーじゃないの、千歳王の鞍上は、誰乗ってたんですかね、31秒2って早くね、小島太史だよね、ゴロちゃん発着か、まあ、この辺りにね、ネハシーザーあたりに先着してるっていうのは立派だけどね、藤山健さんも能力衰えたね、うん、仕方ねえや。うん、まあ、しゃあないね、これはね、はい、よく頑張ってくれたわ。なんとか発症してくれたんで、本当に感謝ですね。うん、ケンさん出しましょうか、1位だね、人気あるんだね出しましょう、はい、ライデンリーダーは出しません、うん、他に出す馬いないよね。はすぎちゃんもね、坂が大丈夫であれば出したいけどね、マイアンフォーエバー来たやな。これから一番期待なのはマイアンフォーエバーかな。マイアンフォーエバーこんな走ると思ってなかったわ。除外除外。うわ、二頭とも期待できるでしょう。ねえ、四つ葉向こう絶好調だよ。仕方ありませんね。さて、夜空の向こうね、ヨネゴステークス、ごめんなさい、ヨナゴステークスね。ヨナゴステークスに登録しております。除外の可能性があると。あ、出れたかな？あ、出れましたね。追い込めていかせましょうね。はい。うん、それ、種付け忘れてた。種付け、ダイナモレ、あ、2頭いるんだ。ねえ、まあ、何つけましょうかね。スタービック、ねえ。スタービックつけようか。ポリッシュネイビーとか走るのかな？ラシアンボードつけようか。はい。まあ、スピード認識ありませんけどね。はい。爆発力重視でいきます。チューターつけようか。ね。はい。つけます。とてつもない爆発力に期待しましょう。はい。うん。まあ、それで、デウスとね、ゴロちゃん、放牧出した。うん。ゴロちゃん、すごい疲労溜まってるわ。まあ、あと、そんなとこですかね。はい。コロネーションが楽しみやね。はい。まあ、壁ルンルンパラダイスステークス。よし、行きましょう。早く新馬戦見たよね。新馬戦。見ない力の。竹井さんがジョッキ、ひょっとしたら重なるかな。大丈夫。大丈夫やね。うん、さて、ヨザンこうね、これ追い込みで行かせます。本格化ですかね、ついに。追い込みで行かせます。で、タバルジョッキの追い込み。今に金つく、金つくのさ強いんじゃねえの？ちょっとマイルで走るイメージないけどね、加熱クロスね。3番人気サクラホーク、行きましょう。ダリソー。前走鮮やかでしたからね、追い込みね。今回、まあ、阪神外回りだからね。さあ、これからです。うん、手応えある、手応えある。追ってから伸びる、追ってから伸びろ。大丈夫、大丈夫。最後、宇宙、真ん中割ってこい。真ん中割ってこい。真ん中割って、最後、坂でグイッとグイッとグイッと。いけいけ、伸びない。最後、いけ、いけ、おえおえ。タバラ、タバラいけ、タバラいけ。やっぱり届かねえ。東京向きなんですかね。ねえ。もう一目してくれたらね。いまいち弾けない。ハンデ戦の方がいいのかなね。あ、ちょっとコメント聞きたかったね。まだね、ヨダンこうスピードは判明しないんでね。あ、まあ、判明してたっけ？スピードいい、いいね。どうでしたっけ？ごめんなさいね。はい。さて、コロネーションステークス楽しみやね。海外で通用するのかどうか、57キロ。ね。状態抜群に上がってきましたね。見えない力、あ、竹田がジョッキー。これね、超期待してます。はい。これがね、カッパキさん、ミカさん20丸だったんでね、まあ、早熟だから、これ勝ったらもう加減性、ね、ドカンといきますよ。はい。まあ、カビルンルンも出れるね。はい。まあ、ちょっと、藤山健太は厳しいと思う。うん。まあ、田原ジョッキーも乗れないし。誰かいませんかね。なんか長くなっときたい。うん。まあ、いないな。
きましょう。何でしょう。ダメです。ヨザの向こうは 2000m 持つからね。なんか重傷ね、除外されなければいい、ね、いいんだけど、除外される可能性高いからね。連戦連勝、走る労働者ってついにつけられたな。遅れてきた大物。大物待機ブリザード。1995年の高津記念はライシャーが故障した年かね。そうだね、あんまり見たくないな、うん、さて、うん、ドラクエ組んどきましょうね。ドラクエはね、いきなりスプリント戦に挑戦します。フラワーパークがやっぱり強敵になってくるのかな。ねえ、どうですかね。アイビスとかいきなり出そうか。あ、ワシントンには勝てないな。1000メートルワシントンとか最強でしょ。北九州一応登録しておきます。はい、そう、ヨザの向こうね、まあ、調子落ちてきた。ちょっと報告出さないとね、これね。うん、うん、行きましょう。あ、ちょっと一旦聞きますね。はい、さて行きましょう。ネクソ。あ、また絆コマンドを使えばよかった。使えた？まだ使えたかな。どうでしたっけ。さて、これ楽しみですよ。コロネーションステークス、マインフォーエバー2番人気だね。1番人気リッチウッドパール。リッチウッドパールってなんか聞いたことあるから、めちゃくちゃ強いんじゃないかなね。3番人気はカーリット。うん、マスコット競馬場で直線かな。まあ、レース行きましょうか。ちょっと待ってよ。うん、客室は差しですね。レース行きましょう。うん、リッチュッドパールはやっぱり強いかもしれないね。うん、こちらイギリスのアスコット競馬場から、うん、直線じゃないですね、国際重賞競争をお伝えします、はい、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃って、うん、マイヤーを超えばがまずスピード判明してないからね。どれぐらいのスピードがあるのかわからないから、果たしてどこまで通用するのかとかね。一番人気のやっぱりこのね、リッチュートパールって強いと思うんですよ、うん、これがライバルやね。はい、気をくれなくやってほしい。赤の帽子マイヤーフォーエバーいい位置につけました。その隣にルビーウェイ、リチュートパール打ち通ってね、ちょっと折り合い変えとるな。1番赤リッド、その外に大丈夫ですかね。内からはメロディックキー並んで7番、一番人気どれ。ゲイル、すぐ隣にアマナー、JJ ケアフリー、この馬もこのグループ。どれか分かりません。ここ平均ペース、はい、展開への影響はなさそうです。前はキャリアカード、キャリアカード、後続を引き離す。2番手の。さて、横なまって。前が空いてる、前が空いてる、前が空いてるってことある。ちょっと先に行かれた。ちょっと伸びない。伸びないか、やっぱり。通用しないのか。やっぱ国内とはちょっとね、違うんですかね。伸びないね。ちょっとリッチュートパール強すぎやろ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。最後まで力を振り絞れ。ちょっと苦しいな、これ、海外競馬はね。状態悪くないし、ね、通用しないんだなって。まあ、海外初戦だからね、初戦はやっぱり難しいところがあるんで、ね、ヨーロッパ牝馬3冠。あ、リチュートパールから逃げた方がいいね、これからね。どうなんですかね、惨敗ですね。はい、まあ、次走、デルマオークスでしたっけ、ちょっと狙いたいですよね。まあ、それで、クレはね、アメリカンオークス行かせましょうよ。ね。さて、見えない時間、これが果たしてどこまで走るかね。まあ、スプリントからマイル走れればね、最高ですよね。ね、1.5 倍。ね。スダビックに絡ましいね。最強配合。うん。行きましょう。ダイジェスト。ね、カッパギさん20丸、ミカさん20丸の実力は果たして。さあ直線に入りました。思ったのはこれからの勝負、想定通りの坂こなすよな、もちろん。残り200坂こなすよな。思ったわ、これ強いわ。これ強いで、ね、追ってから伸びるかどうか、追ってから伸びるかどうかも重要。強い見えない力、今強い、これ強いでしょ、結構ね。え、海外遠征十分通用しますよ、うん、これは物が違う、物が違うわ。武豊デッキもね、期待が膨らんでるんじゃないでしょうか。
キューバ審査、うん、スラビックっていうのは僕はよく知らないんですけどね、何系でしたっけ。うん、能力あるね、間違いなく。これでね、怪現生を組みまくります。はい、楽しみです。いや、大鳥さんにこんな馬は持てないね。大鳥くんには、大鳥くんはこういう馬持てない。そういう星の元に生まれた君にはさて、カビルンルン、うん、ここね結構強い馬で行ってたんで、一番人気ボンバトル、角馬だね。なんか一頭行ってたんで、そう、オースピタイクンがいるんだよ。13番人気、なんでこんな人気ないでしょうね。うん、まあ、ここもね十分チャンスだと思うんでね、大好きなーす。4コーナーカーブから直線コースに向きました。うん、伸びない、いけいけ、頑張れ頑張れ、なんとかなんとか、まあ、状態がねそこまで上がってきてないから、いけいけ、構想は構想してくれ、まだ後ろ、頑張れ頑張れ、最後まで力を振り絞って、させさせさせ、東京の節が長いから最後まで力を振り絞って、ウルフカイズ先頭、ウルフカイズ、ウルフカイズ1着、2着にはどうやらベステルキング、見事ちょっとは、まあ、能力落ちてきたのかな、どうですかね。ようやく3着争いといったところでしょうか。ひょっとしたら能力落ちてきたかもしれないね。うん、どうですか、どうですかね、ジョッキーのせいかな、白井ジョッキーっていうのがね、誰がモデルかわからないんですけど、まあ、ケンザンね、これライシャーがね出てるね、2番人気ライシャーが横振るようになるレースだから、もうネクストで行こうか。はい、藤山ケンザンも厳しいしね、どうでした、横振るようになってないかわからないね。さて、飲酒がつかないね、ちょっと走らないかもしれない、来年ちょっと期待できないからね。イブキパーシブちょっと故障してたんだけど大丈夫ですかね。これはもう海外行かせてもいいのかなっていう感じがしますけどね、早熟だからね。うん、だからお金稼ぎたいなら早熟買ったらダメですね、ね、よく考えたら、うん、よく考えなくても分かるんだけどね、コスパ悪いよな。ガラスのブルース出れるんですかね。え、あ、出れたのかな、ねえ、ちょっとマイアンホエバー何なんですかね、もうちょっとやれると思ったけどね、うん、これちょっと報告出して一応なんかもう一回アメリカ遠征させたいなっていう、ありましたよね、デルマオークスっていうのをアメリカに、これ使いたいな。ドイツは持たないからね、デルマオークス8月5週でしょ、うん、これ使いたいな。1080分圏内だし、うん、うん。それで国内帰ってきてもらおうか。秋は国内やね。はい。放牧出した方がいいの、これはね。うん、2週間出します。うん、それでいいや。あ、ゴロちゃんね。ゴロちゃんも、ちょっとマイル戦線ですよね。もう除外はされないでしょ。うん。あ、中距離ね、ちょっと厳しいな。関谷記念去年出て完敗したんですよね。坂ガットがいいタイプなんでね。まあもう一回出そうか。ライバルもそれほどね、いないんで、はい。中京記念がね、一番合うと思うんですけどね、この馬ね。うん、中京記念出したかったなっていう。うん。うん、見えない力を組みましょうね。はい。ここがやっぱりね、うん。状態、まあ、放牧出さないといけないんでね、これね。うん。まあ、9月ぐらいからね。うん。まあ、欧州にね、いくらでもあるんで、1000人は行きますよね。フィニックスステークス。うん。ドト出しましょう。はい。まあ、8月はそんなないね。ね、何ソープやか。これ何ソープだったっけ？ね。3100万、モルイシオ、こっちはいいな。うん、もう全部出しましょうか、全部出しましょうかね。ね、ヴィンセント・ブ・ライエンセン、これも出すわ。はい、これも出して、多いな G1 な、めちゃくちゃ多いね、2歳 G1 って。
ヨーロッパの。え？アベイユドロンシャンステークスって2歳の G1 だったっけ？マイルのがいいですかね。ジャンリュック・ラガールデール下噛むわ、こんな言えねえ。すごいねこれね。どうしようかな。まあ、BC だけアメリカ行かせよね。ブリザーズカップ、ジュベナルターフ、うん、すごいすごいのって、これ全部出せるかな。どうですかね、楽しみだな。まだある、11月にあるね。あ、出しましょう。これ連投か。連投さすがに厳しい。2000持つ、2000持たないよな。まあ、ちょっとここら辺休ませて国内の G1 出そうか。はい、これでいいや。うん、それでちょっと2周出すわ。はい、 OKOKOK すごいローテやなっていう。まあ行きましょうか。はい、ネクスト。まあ夏競馬ですかね。はい、さて出れたんですね。8番人気判定ひょっとしたら軽いから一発あるの。成田キングを1番人気だね。57キロ、まあ、ベストタイムアップ、ヤマリンパラダイス ね、結構いるんだね。うん、うん、50キロだからチャンスあるよ。武豊ジョッキー乗ってるんだね。ね、さあ直線に入りました。ここの直線、頑張れ頑張れ、ちょっと頭高いね。頭高いんだよな。頑張れよ。番手、成田キングオー強いわ。重賞勝ったね。この馬で決まりか。成田キングオー強い強い。まあ、現状ではね、現状であれだけ走るのであれば将来的にやれるんじゃないですかね。重賞でもね、ガラスのブルース一番人気に応えました。結構走りましたよ。うん、ね、8着ですよ。うん、さて初月ちゃんのね、函館記念ですね。ハンデがどれぐらいつけたのか、ちょっと57キロって出てるけど、あれ結構ね、実際レース走ったら違うのでね、うん、まあ、ステージチャンプとかもおるね、ね、うん、さて行きましょう、ネクスト。うん、ちょっと57キロはつけられすぎやな。まあ、G1 馬だからね、仕方ないよね。国内ではね、まだ小倉大商店ぐらい勝っただけでしょう、ね。まあ、でもオークス3着とかしてるんでね、うん、まあ、適正的には函館記念合うと思うんでね、うん、頑張ってほしいなっていう。人気、上位人気だと思いますよ、おそらく、ね。1番人気だよね。2番人気がゴールデンアイ、うん、3番人気がトイルファール、うん、萩野リアルキングとか距離足りないだろうしね。うん、行きましょうか。はい、あ、無印の人がおるな。井坂か、どん坂かどん坂、無印かよ、おい。あ、56キロですね、うん、誰でしょう。さあ直線に入りました。前から前から、いけいけ、頑張れ頑張れ。ちょっとやっぱりダメか、ダメだ、そのダメだな、これ。頑張れ、なんとか頑張れ。切れ味がないな、切れ味ないですね。ハギノリアルキングが 2000m で勝利したっていうね。ハギノリアルキングがだからハルテン3着だよね。2着したのはステージチャンプだね。エビナジョッキーが間違えてガッツポーズしてね、ダッシュチャーが勝ってるのに、あれは恥ずかしかったと思うな僕大概恥ずかしがらない性格ですよ。僕もだから電車とか、電車の改札とかでさ、よくブーとかって止められる時あるじゃないですか。なんか他のさ、ラガルカードとかさ、ラガルカードって今古いな、ね、イコカとかやってさ、なんか他のカードやってて進んでブーとかって止められる時あるでしょ。ああいうの僕は結構恥ずかしいと思わないんですよ。なんか自分で笑っちゃってね、なんかそんな感じなんだけど、エビナジョッキーのガッツポーズは恥ずかしいと思うわ
海老名ジョッキーのガッツポーズはあれはちょっとねっていう、うん、ねビデオ見ていただいたら分かると思うんですけどね、大シャーの復活勝利がねちょっと霞んでしまうほどのステージジャンプのガッツポーズで、派手なガッツポーズさて CCA オークス今週までやりましょうか。はい、 CCA オークス、うん、これで巻き返してくれないと困るね。ヨザの向こうもね、中京記念出したかったんだけど、中京記念ねトロッツサンダー出てたんですよ。絶対勝てないでしょ、うん、トロッツサンダーがいなければね、中京記念出したかったんだけど、まあ仕方ねえよなっていう。まあそれであれか、状態上げとこうかね、うん、まあ、追い込めていかせた方がいいんですかね。ヨザの向こうはどうします。福島直線短いですからね、差しのがいいのかな。まあ追い込みか、うん、軽め調教ないの、なんだよそれ。あ、これいきますね、使いましょう。うん、追い切りがあったら一番いいんだけどね。なんで追い切りなくなったんだろうね、うん、なんでしょう。青瀬馬にね、よし、まあ、あと1枚使えるんでね。なんかあったカード、はい、心肺機能強化やっときますか。見えない力ね、はい、疲労たまるのがちょっと怖いけど、ちょっと試しに使ってみます。はい、これ距離適性が変わるってことは短距離も走らなくなるってやつ、どうなのかな。それ困るよねそれは困るんだけどね、うん、どうですか、どのぐらい疲労たまってる。うわ結構上がるな。いいか、行きましょう。うん、よし OK、 みんな行くぞ。さてここでねどういう競馬を見せるかな。人気の方はガクッと下がってるのかな。ひょっとしたら3番人気か、1番人気フランダースね、2番人気がセレナーズソングと、はい、まあ、いつものメンバーですよね。ね、大好きまーす。まあ、ここで大敗したら能力が衰えてる可能性もありますよね。ちょっと内から内から頑張れ、武田が上、ライデンリーダー行け、ライデンリーダー内から伸びる、しぶとく伸びる、しぶとく伸びる、最後まで上、諦めるな、諦めるな、諦めたらそこで試合終了だよ。うん、能力落ちてるかもしれないな、これな、ダメだね、やっぱり早熟だ、ね、4歳春までだ、ライデンリーダーは、うん、お菓子を買ってよかったなっていう。俺は際どい勝負、能力落ちてますよこれ、間違いなく6着、うん、落ちてるとは言われないね。成長力が足りないのかな、ね、帰ってきてね、秋華賞にねコミットするコミットね、使い方間違ってるからコミットさてヨダの向こうね、はい、2番人気だ、1番人気北海するです、北海するです切れるからね、はい、追い込みでいきましょうか。追い込みで行きたいらしいので、田原ジョッキーが。ね。まあ、大隅マックス5番人気。うん。まあ、そのあたりですかね。はい。福島で追い込みがはまるかどうかね、果たして。さあ、短い直線に入って。うん、来た。いい感じ。田原行け、田原行け。行け行け行け。頑張れ。最後、グッと追い込みだから伸びるはず。行け行け。伸びない。案外伸びないのかな。ちょっとごめんなさい。カメラワークですけど。ダメやな、追い込みはまったと思ったんだけど伸びませんでしたね。うん、やっぱり勝ち目に遅いなっていうね。うん、まあこの程度なんですかね。やっぱりハンデ戦がいいなっていうね、まあ、福島記念とかね、まあ、2000m いけるからね、はい、夏場もだから小倉記念とか使いましょうか。まあ、それで今回これで終了しましょうかね。はい、まあ、一応セリーチだけ見ておく。セリーチで何か買おうか、まあ、観光施設ね、完成しました。はい、まあ、これでお金の方もね、大丈夫じゃないかなと思うんで、ちょっと買えます。まあ、セールで何かしら出しましょうかね。去年忘れたね、おそらくね、セリー行ってないでしょ確か。行かないとまずいですよ。うん、これ売ろうか、エルカーサー。これも高く売れんじゃない、この辺り。やっぱカッパギさんとミカさんが
練習しないといけないんでね、このまま走りそうなのね、牝馬でね、マーシャルぐらいですよ。カペキさん20でもね、サッパラダメなんだろうね、おそらくオグリキャップででも走馬出たって楽しみやね。はい、まあ、この2頭にしようか。コアラマシンあたりもまあやめた方がいいかな。まあ、なんかね、当たり引きたいなっていう。ね。まあ、シーツバーがいる？あ、鶴丸剛ね。ね。ルドルフの。アインブライドか。アインブライドってハンシジマルフィーズ勝ったんだよね。まあ、ただ早熟だな。ね。チェックメイト。まあ、そこまで大した馬はいないね。うん、まあ、なので、印のついた馬ね、有馬さんとか当てになんねえからな。荒目さん、スピード見るっていう、ね、これいいんじゃない、これ、牝馬。これいけんじゃねえの。ね、スピード、これ当てになんねえからな、有馬さんな。見る目ねえから。まあ、買いましょうか。ね、調教、ちょっと待ってよ。牧場長も当てになんないからね。調教師がやっぱいいんだよな。うん、高間はいらない、高間はお金ないから。どの辺りか。サニーシプレ、エリモシブレ、いいね。さっきの買うか、さっきの牧場長有馬、これがもう有馬さんちょっと期待して買おうよ。鼻ずるずいってきた、ごめんなさいね、鼻声になってたら。どんどん決めましょう。はい、上がればね、やっぱり能力そことかあると思うんで。はい、ラシアンルーブルなら結構いいんじゃないですかね。ジジンスキー系だよね。うん、帰ります。これプラスじゃない、プラテンやろね。あ、そうでもない。あ、うん、5000万。あ、ごめんなさい、売却が7000万5000万か。はい、まあ、それ最後ね、能力確かめて終わりましょう。うん、なんだっけ、思い出せねえな。ナシャンルーブル、これだね。はい、よいしょ。うわ、もうね、有馬さんは信用しません。桜草さんは信用しません。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。